皆さんこんにちは、作曲家の西村直樹です。今日もウイランスタジオからお送りしています。今日2017年12月の12日火曜日、今日のスーファの言葉は奇跡の連続、奇跡の連続。そして今日の BGM は金子みすゞの歌1の中から怠け時計をお送りしています。朗読は女優の小林綾子さん。大正末期の天才童謡詩人金子みすゞ、彼女が残した512編、そのすべての詩に7年ほどかけて作曲しました。今回はその朗読版をお送りしています。稼ぐばかしでつまらない、じっくり手に取って聴いていただければと思います。それでは今日一日が皆様にとって素晴らしい一日でありますように。ごめん。